こんにちは、はるです。いつもご視聴、ありがとうございます。あなたはカリスマ的存在ですか？世の中には、ただそこにいるだけで全員が惹かれる、そんな輝くようなオーラを放つ、カリスマ的存在がいます。しかし、本人は意外と気づいていないもの、カリスマになりたい、と思う人も、自分はそんな器じゃないと思ってしまっている人も、もしかしたら世界的なカリスマオーラの持ち主なのかもしれません。今回は、夢の精神分析を解釈して、あなたのカリスマ度を判定してみましょう。では質問です。ある晩、あなたはとてもひどい悪夢を見て、ベッドから飛び起きました。その悪夢とは、どんな内容の悪夢でしたか？次の4つから直感で選んでみてください。A、全財産を盗まれてしまう。B、大勢に袋叩きされる。C、大好きな人にぶたれる。D、誰からも無視される。あなたはどれを選びましたか？では結果を見ていきましょう。A、全財産を盗まれる。世界的なカリスマアーティスト。何かを盗まれる夢は、運気絶好調を表します。財産をすべて盗まれたあなたは、生来の才能が華々しく開花し、全世界から注目されるくらい、カリスマ度が高まりつつあります。特に創造性を必要とする分野、芸術や音楽、創作などで才能を発揮することができるでしょう。もちろん、金運も最高です。自然とあなたのもとに、お金、人脈が集まり、名誉と成功を得ることになるでしょう。B、大勢に袋叩きにされる、カリスマブロガー。叩かれ、殴られる夢は、皆から注目が集まっている状態を表します。袋叩きにされる夢を見たあなたは、鋭い書き込みが、各方面で注目されるカリスマブロガーになれる逸材です。鋭すぎる書き込みに、ブログコメント欄が炎上することがあっても、火に油を注ぐ傍観な対応でさらに注目を集め、ますますカリスマ度を高めていくのです。この答えには、恋愛運絶好調という意味もあるので、特に異性から熱い視線が集中しそう。C、大好きな人にぶたれる、近所のカリスマ主婦。ぶたれる夢は、相手から愛を得たいという深層心理が見せる夢。この答えを選んだあなたは、お互いの顔が見える範囲で愛され注目される、ご近所レベルのカリスマ度の持ち主です。ご近所レベルといっても、関係が近いだけに、濃厚で強い結びつきとなる可能性が高いでしょう。仲良しグループの中で、あなたの言動や持ち物を、そっくり真似する人がいそう。B、誰からも無視される、カリスマオーラゼロ。無視される夢を選んだあなたは、相手の反応を常に気にしている小心者。よく言えば、気配りの人で、突き抜けたカリスマオーラとは無縁です。むしろ、崇拝するその他、大勢の側でしょう。けれどあなたが憧れるカリスマは、大勢に崇拝されていながら、実は心の奥に深い孤独を抱えていたりします。カリスマにはなれない代わりに、天才の孤独とも無縁なのでご安心を。